いらっしゃい。今、他の子に頼まれて客寄せ中でさ。まあ、適材適所っていうか、不満はないんだけど、すごく暇で。はぁ、あ。話し相手にでもなってよ。学園祭の時期になると、みんなそわそわし始めるね。誰と一緒に過ごすかって。そういうの、気になる ふー、うん。あなたらしい答えだね。はあ、おはよう。フェスの準備進んでるみんなすごく楽しそうだね。この景色と喧騒が夜に生きる私の居場所。なかなか悪くないでしょ。うん。ちょっと。 気安すぎるんじゃないまったく命拾いしたねあなたじゃなかったら今頃頭と胴がくっついてないものほらこっち向いて笑って誰かに言い寄られた時に恋人いますって見せる写真が欲しいんだ嘘本当はただ撮っておきたかっただけ 鈴鹿のお友達が作ってくれた真っ白なドレス普段の先生とペアコーデだねどういい感じブライダルモデルの撮影これでやろうかな私は好きなものは好きっていう主義だから子供は好き大好き超好きそうちっちゃくてかわいいは私の正義なのよ お疲れれ、様。これ隣のクラスの子たちから差し入れにもらったフラッペあなたに持ってそっちの味もちょっと気になるから後で味見させてよ <laughs> スフィンクスかわいい顔で寝てるなあなたも一緒にお昼寝する膝は開いてないけど肩くらいなら貸してあげる。 この不夜城で一番輝く夜の蝶を決めるコンテストあの夜の帝王は期待されてそうだし出るんだろうね私出てほしいなら考えてあげるよこんなにも秋の月が青く綺麗に出てるんだからうつむいてばかりいないで顔を上げて歩きなよ 気分転換に夜の散歩に付き合ってあげるからさ